すぐはカルオのお暇なら映画でも。すぐはカルオの新作映画レビュー。ながにゃがにゃがちゃーちゃーらちゃーちゃーってね。浅草キッド見ましたか皆さん。ネットフリックス映画ですね、浅草キッド。いや素晴らしかった素晴らしかったです。まあ、監督劇団一人、原作ビートたけし、脚本劇団一人ということでね、ちょっとすごかったですね、素晴らしかったです。このやっぱ全裸監督からなような気がするんですけど、この電気映画の作り方っていうか、そういったものがちょっと変わってきたというか、なんていうかな、今までの日本っぽくなく、そのどっちかっていうとハリウッド感のあるというか、この撮り方じゃなくて作品のこのなんていうの、脚本の流れというか、そういったのがね、そういったのがちょっとハリウッド感があるっていうか、一つのこの電気映画、実際にのね、実際の人物、若かりしビートたけしのお話ですから、実在の人物をまあ描いたっていうことなんですけど、その何ていうかな、正直言ってですね、これまで日本の電気的映画って、そう、別に全部が全部とは言いませんけど、どっちかっていうと再現ドラマに近い感じがあったような気がするんですよね。なんか再現ドラマっぽい感じで、この偉人はこういうことをしていましたとか、こういう歴史がありましたみたいなね、そんな感じが多少あったような気がするんですけど、この全裸監督とこの、まあ、今回の浅草キッド、どっちもネットフリックスですけど、なんだろうな、実在の人物の再現ドラマではなく、しっかりと映画の主人公として、主人公のキャラクターとしてその描き出していて、でかつ史実にもそれなりにちゃんと乗っ取って、でも映画的に面白くもしてっていうね、こういう感じがうまいというか、ちょっと日本のこの電気的映画の中に今新しい風が吹き始めているというか、革新が起き始めているんじゃないかみたいなね、そんな感じがしましたね。非常に面白かったです。ネットフリックス入ってる人はぜひ見ておいた方がいいと思うし、ネットフリックス入ってない人でも、まあ、全裸監督の時も言ったんですけど、このためにネットフリックス入ってもいいっていうぐらいいい出来です。非常に良かったです。ということで、今回はこのネットフリックス映画浅草キッドについて、この後もうちょっとおしゃべりしようかなというふうに思っております。よろしくお願いします。チャカチャカチャカチャーラーラッチャッチャー、歌詞がわからないんだけどね。ということで、まあ、今回は特にネタバレというネタバレを何か言うっていう感じではないような気もするんですけど、一応ネタバレここからあるかもしれないんで、見てない方はご注意くださいね。あ、そういえばあれですね、ビートたけし、大人版ビートたけし、大人版っていうかもう大物になった後版ビートたけしの映像のところの声は、あれ松村邦弘がやってたんですね。あのお笑いモノマネのまっちゃんやってたんですね。めちゃくちゃうまかったっていうか似てましたね。お、最初本人かなってちょっと思ったんですけど、松村がやってたということで、さすがだなと思いましたけど。で、まあこの浅草キッドめちゃくちゃ良かったわけですけど、なんでこんなに良いのかっていう風に考えるとですね、やっぱりまあ監督脚本劇団一人というところがあるんで、このやっぱどこまで観客を、まあ、観客っていうのか、まあ、ネット映画だから視聴者なのか分かんないけど、どこまでそのお客さんを信用できるかどうかのこの線引きというかラインっていうのが、やっぱめちゃくちゃうまいんだろうなって思ったんですよね。お笑いってどこまで信用するかどうかがもう肝なわけじゃないですか。何か面白いことを言った場合、この一言で通じるというふうに信じて言うわけですよね。例えば、僕太田上田よく見てるんですけど、 YouTube にもありますよね、太田上田。あれで太田さんが何か言った時に、何の話題だったの忘れちゃったけど、何か言った時に上田さんが、その話はするなみたいなことを言ったんですよね。
その話題はやめろみたいなことを言った後、太田さんが黙ったんですよ。でその沈黙が数秒続いた後に上田さんが竜王戦かって突っ込んだんですよね。竜王戦かってね、まあ面白いわけですね僕が言っても面白くないけど、クリーム上田が言えば面白いわけです。あれの何が面白いのかっていうと、一瞬ちょっと考えるわけですね。竜王戦ってなんだっけって一瞬考えるけど、すぐにピンとくるわけじゃないですか。あ、将棋のね。で将棋の長考をしている時とかのあの沈黙に今例えたのねっていうのがすぐわかるじゃないですか。だから面白いっていうのがあるわけですよね。この線引き、竜王戦かだけでちゃんと理解されるはずだっていうふうに思えるこの線引きが、やっぱそのお笑いには当然重要だし、映画とかドラマとかこういう映像作品にとってもそれは絶対的に重要なんですよね。説明しすぎるともうその瞬間だれちゃうみたいな、そういうところ、興味失っちゃうというか、そういうところがあるんですよね。この竜王戦かのツッコミはもう最高だったんですけど、ただそのクリーム上田さんがですね、映画に例える場合もよくあるんですけど、この時は多分伝わらないかもしれないっていう心配があるんだと思うんですけど、なんだっけ、ロッキーの撮影じゃねえんだみたいなのがあるんですよねロッキーじゃねえんだからみたいな、ロッキーの撮影じゃないんだからみたいなツッコミをするときに、映画ロッキーのっていう風に言っちゃってるのがあったと思ったんですよ。確かね、多分ロッキーだけだと映画のロッキーのことを言ってるっていう風に気づいてもらえないかもしれないっていう心配があって、わざわざ映画ロッキーの撮影かみたいな、そんな感じのことを多分言ったんですよね。ロッキーって聞いてすぐにピンとくる僕らにとっては、最初の映画っていう言葉はめちゃくちゃいらないわけですよね映画っていう風にいちいち説明しなくてもわかりますよ上田さんっていう風に思っちゃったりするわけですよ。でも多分上田さんの中ではロッキーだけだと何のロッキーなのかわからない、ひょっとしたらロッキー山脈のことだと思われちゃうかもとか、なんかね、犬の名前かなとか、なんかいろいろ他のことを思っちゃうかもしれないみたいなところがあって、映画ロッキーのっていう風に言っちゃってるんだと思うんですけどね。これは僕は正直説明しすぎだと思うんですよね。ロッキーだけで言ってほしいみたいなね、そういったところがまあ僕の中にあるんですけど、まあそのようにですね、お笑いにとってお客さんをどこまで信用するかっていうのは非常に大事なんだと思うんですよね。で、まあ今回この浅草キッド、監督脚本が劇団ひとりということで、まあ当然お笑いのことは十分分かっている一流コメディアンなわけじゃないですか。だからこんなに面白い映画撮れたんじゃないかなと思うんですよね。これだけ言えば、これだけ見せればもう分かるよねっていうところをしっかりと抑えてる。これは見せすぎ、これ以上見せると説明臭くなっちゃう、でもこれを見せなさすぎるとちょっと分からない人が多くなっちゃうなっていう、このちょうどいいところを攻めてきているっていうのが、今回の浅草キッドの本当に素晴らしいところで、だから面白かったんだというふうにまあ思うわけですね。まあ例えばどういうところって言われるとなかなか難しいんですけど、前編にわたってそうなんで、難しいんですけど、まあ師匠の深見さんのこの粋な男っぷりっていうか、浅草の芸人だぞみたいな、かっこいい浅草の男の芸人みたいなね、そういったところがこの、なんていうの、説明はされないんですけど、もう、なんていうかな、文字通りもう背中で語るみたいな、そういう脚本とか映像の撮り方がしっかりできてるんですよね。かっこいいわけですよ、深見さんが。で、結構このね、下町の芸人なんで、言葉は荒いんですけど、その中にもう 100% 愛情があるんだろうなっていうのが完全に見て取れるわけで、だからといってそれを説明はしないわけですよね。で、ビートたけし、若かりしビートたけしもそこをちゃんと組んでいるっていうのを伝わってきて、なんていうかな、下手なつまらない人がこの映画撮ると、バカ野郎この野郎はちゃんとやるバカ野郎って言った後に優しい笑顔を挟み込んだりしがちだと思うんですよ。そういうことをこの映画では、まあ、してないわけですね。そんな優しい笑顔がなくったって、このセリフの裏には愛情があるってことは
わかりますよね、当然皆さんみたいな、そういったところをちゃんとこうお客さんとの信頼関係というか、そういったのが映画の中で築けているからできるわけで、そこはやっぱり芸人の劇団一人がここまでだったらいけるはずっていう、この長年やってる肌感覚というか、そういったもの、まあセンスもあると思うんですけど、そういったもので感じ取ってるからこそ、説明をしなくても僕たちに伝わってくるっていうのが、まあ多分あるんじゃないかなと思うんですよね。まあとにかく面白かったです。もう、なんていうかな、全員かっこいいんですよね。出てくる人たち全員かっこいい。深見さんもそうだし、たけしもそうだし、あと踊り子の女の子、なんていう名前だっけ、千春か、あの踊り子のね、歌のうまい女の子とか、もうとにかく全員かっこいいんです。鈴木保奈美もね、あのなんだ、深見さんの奥さんなのかな、奥さんなのか内縁の妻なのかちょっとよくわからないですけど、もうとにかく全員かっこいいで、粋だし、で東京の芸人だなっていうふうにね思うんですよね。こう見てると東京の芸人っていうすごく感じがするんですよ、見てて。あ、これが東京の芸人だなみたいなね。よく知らないですけど、僕お笑い界のことはよく知らないですけど、まあよくあるじゃないですか、関西の芸人と関東の芸人、まあ大阪の芸人と東京の芸人の違いみたいなのあるじゃないですか。なんとなくなんですけど、僕は何が違うのかなって思うと、大阪の芸人は多分プロなんですね。お笑いのプロ、プロフェッショナルとしてお笑いをやっているっていうのが大阪の芸人で、東京の芸人はアマチュアなんじゃないかなというふうに思ったりするんですよね。そのアマチュアっていうのは別にプロに及ばないとかそういった意味じゃなくて、プロに勝るアマチュアっていうのは、まあ世の中にいるわけですね。例えばオリンピック選手なんてみんな基本的にはアマチュアの大会なわけじゃないですか、オリンピック選手ってね。でもプロよりもすごかったりとかいう人もたくさんいるわけで、そういうことでこの大阪はプロ、東京はアマチュアっていう感じがするんですよね、なんとなくね。だから大阪の芸人さんあるあるみたいな感じので、まあ舞台立って一通り客を笑わした後、なんでやねん、やめさせてもらうわ、どうもありがとうございましたって言って吐ける時に、このもう真顔になってるとか、はい仕事おしまい、俺の仕事、ああ今日も笑わした笑わした、おしまいみたいな、あの感じ、あの感じはプロとしてめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。俺笑わすのが仕事だから、笑わしてなんぼだからみたいな、そういったこのかっこよさっていうのが大阪の芸人にはあるんだけど、東京の芸人ってどっちかっつうとずっと面白いっていうか、舞台の上とプライベートあまり関係なく普段からふざけ合っている人たちみたいなね、なんかそんなイメージがあるんですよね。実際はどうだかは知りませんけど、普段から面白いふざけ合っている奴らがたまたま舞台の上とかテレビに出て金もらっているっていうのが東京の芸人で、大阪の芸人っていうのはもうとにかく研究したり勉強したり爆発踏んだり、こうすればこうすればっていうこの方程式みたいなのを組んだりとか、そういうことをして笑いというものを真剣に取り組んでいる、プロとして取り組んでいるみたいなね、そういったのがありそうな感じが僕の中にはあるんですよね。で今回のこの浅草キッドっていう映画は完全に東京の芸人の映画だなというふうにね思いました。だからアマチュアのかっこよさというか、そんな感じですよね。あの有名な話で赤目高にもあったんですけど、あの志らくさんね、立川志らくが男子のところに弟子入り行った時に、男子さんって必ず弟子に来たやつを魚菓子で働かせるんですよ、バイトさせるんですよね。築地でお前バイトしてこいって、いう風にやらせるのを、志らくさんだけいややりたくないですって言ったんですよね。何バカなこと言ってんだみたいな。男子のところに来たら築地に行って働くってのは決まりなのに、志らくはそれをしなかったと。いや僕は落語を教わりに来たんで、なんでそんなんでバイトしなきゃいけないんですかって口答えしたんですね、男子。そしたら、ああそうか、じゃあ分かったって言って、じゃあお前は築地行かなくていいから俺がじゃあ落語教えてやるよって言って行かなかったんですよね。こんなことは普通はありえないことなんですけど、こういうところがなんていうかな、アマチュア感があるっていうふうに僕は思うんですよね。面白けりゃいいや、
あ、そういう俺が面白いと思ったんだから、じゃあそれでいいやみたいなね、そういう感じ。東京芸人、逆に大阪の芸人はどっちかっていうとプロテストみたいなのを受けて、だん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 こうステータス上がっていくみたいな、そんなイメージがあるんですよね。さっきからイメージの話しかしてないですけど、まあ、どうでもいい話長々としてしまいましたけど、とにかく面白かったということです。最高に面白かったです。劇団一人やるなという感じですね。まあよく言われているこの柳楽優弥のね、ビートたけしになりきっている感がすごいっていうのは、まあ、当然すごいわけです。後ろ姿見ただけでもビートたけしっぽいっていう風にね、すごく思います。多分劇団一人も映画の撮り方としてすごく研究したんだと思うんですよね。なんつうの、ちょっと斜めでこう猫背気味になって歩いている後ろ姿っていうカメラワークがあったりするんですけど、一瞬見た瞬間に、あ、これビートたけしだなっていう風に思うんですよ。でもなんでそれ僕たちが、あ、これたけしだなって思うのかっていうと、たけしが撮っているそういう映像を見ているからですよね。だから多分劇団一人はたけしっぽい映像の撮り方っていうのを使うことによって研究してね、使うことによってこの人はたけしだっていう風にしっかりとこうお客さんに認識させることができるんじゃないかという風に踏んでやったんだと思うんですよ。で、それは見事に成功していたんじゃないかなという風に思いますね。この千春の苦悩というか、歌、これも結構長い尺使って千春の歌のシーンもあったんですけど、正直言ってビートたけし物語だったら歌にあの尺は使う必要ないんですよね。でもあそこは非常に重要なやっぱりシーンであって、あの歌のシーンを使うために他のエピソードをいくつか多分切ったり、本当は使いたいけど歌のシーンがあるからこのエピソードは使わないどこっていうところもあったんじゃないかなとも思うんですけど、でもあの歌はあってよかったなって思うし、全体的に全部良かったです。見てない人ぜひ見てください。いや、面白かった。本当に面白かった。素晴らしかった。やるな劇団一人と、いう感じでした。まあ、僕らがよく知ってるビートたけしの若かりし頃とかね、例えばビートたけしの昔話って結構テレビでも喋ってるんで、そういったところの、あ、このエピソードねとか、まあ、僕は浅草キッド原作読んだことないんであれなんですけど、ただまあいろいろとね話は聞いていたりとかあって、まあいろいろ話を聞くと本当はもっとひどかったみたいなねあんなもんじゃない、あんなに人情にあふれた現実ではなかったみたいな、そんなことがあるみたいですけど、まあそれは映画なんでね、これは映画として本当に完成度の高い素晴らしいものだったなというふうに思いますよ。おすすめです。超おすすめです。ということで、今回はネットフリックス映画浅草キッドについておしゃべりをしました。新作レビューですね。いやー、よかったです。感動しました。心の底から感動しました。お聞きくださいましてありがとうございました。それでは皆さん、チャンネル登録やいいねボタン、ツイッターフォロー等々等々いろいろよろしくお願いいたします。何かお知らせごとありましたら概要欄記載してありますんで、ぜひそちらもご覧ください。ということで、また皆さんその他の動画でお会いしましょう。ちょっとこの動画がいつ上がるかわからないんで何とも言えないですけど、もしかしたら年内最後の動画がこれになるかもしれないんで、良いお年をと言っておきます。皆さん良いお年を、そして来年もよろしくお願いします。いやー、映画って本当にいいものですね。それではまた他の動画でお会いしましょう。さよなら。